ああ、目の前が真っ暗だ。大丈夫？気を確かにね。キャプテンミニゲートを越えて次の道路へ行こうろ。わかった。頑張ります。この辺は何も落ちてないんかな？特に何もなさげかな？ないね。オッケーオッケー。で、私左側にちょっとね、行きたかったんよね。こっちこっち。何かあるんじゃないかなーと。お、なんか今。あ、なんか光おる。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。よし。あ、ここも段差あったんや。一段ずつ下がっていく感じね。お、木炭ゲットー。木炭って炎タイプの技が上がるんやったよね、確か。この人は、あ、火山大好き三姉妹の一番綺麗な子です。一番可愛い夏が一番綺麗。あ、一応なんか、それぞれの分野で1位なのね。こちらは火山の右に繋がっています。ねえ、三姉妹の、もう一人は？この子？ああ、来たよ、チャーミング。火山大好き三姉妹の一番チャーミングな子です。こちらは火山の左に繋がっています。なるほど、こっち側はな、うお、びっくりした。エリートトレーダーのエリートのユンゲラーをお見せしましょう。ユンゲラー。いいね、いいね。ユンゲラーかっこいいよね。エリートトレーナーのジョンが勝負を仕掛けてきた。エリートトレーナーにしてはなんかすごいビクビクした感じだったけど。一系月光が。よし。さっき散々活躍した。Z パワーを君にもお見舞いしてやるよ。さあ行くんだ月光が。ちょっとここで気が抜けるけれども。さあ月光が Z パワーを体にまとった。全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。バシッと。おっしゃ、一発。ありがとうね、エリートトレーナーさん。お、チュリネがレベル20。なんか、チュリネが順調にレベルアップしていきよる。はぁ、目の前が真っ暗だ。大丈夫？気を確かにね。ユンゲラを進化させたい。友達、友達が欲しい。なんだなんだ。あ、なんか落ちとるよ、なんか。あれ？ここには降りられない。こっちから回っていかんといく。めんどくせえな。しかもなんか出てきたし。あ、来たよ、野党森。これの進化系やろ、多分さっきのやつ。ね。じゃあ、ちょっととりあえず。カビゴン、出ておいで。カビゴン、カビゴン。カビゴン、でけえな。ね、後ろ姿、でけえな。よし。手加減を。カビゴン、手加減。よし、オッケーよ。助けは呼ばないで。来るなよ、来るなよ。よし、オッケー。振りじゃないけんね、今の。よし、これで。スーパーボール。どこだよ、あった。さあ、行け、スーパーボール。と捕まえられる？出てくんなし。出てくんなし。来るな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 。あー、来たー。マジか。そいつにはもう手加減しなくていいよ、カビゴン。のしかかり。プチッと。プチッととか怖いけど。どうよ。おっしゃー、このカビゴンがさらにちょっとでかくなってでかくなって覆いかぶさるけんね。もういいよ、もういいよ。あー、もうこの仕様ちょっとあれよね。ほんとちょっともうなんか助けを呼ばなくするっていう設定が欲しいです。あー、なんか今の結構効いたし。
やっぱ竜の怒り結構来るな。おし、ここで次こそ捕まえる。よし、行くぞ。スーパーボール、どうだどうだ、捕まってくれ。お、おっしゃー、来たー、やったー、ヤトウモリを捕まえたぞ。オッケーオッケー、これでまた新たなポケモンゲット。おー、ほら、いや、なんか目が気持ち悪いんかな。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ヤトウモリ、毒と過激ポケモン。火山や乾いた岩場に潜む甘い香りの毒ガスを放ち、虫ポケモンをおびき寄せ襲う。なるほど、虫を食うのね。よし、抜け出した。これあれじゃない？技マシーンやろ。技マシーン39、岩石封じを見つけた。ん？なんか、写真スポットがあるっぽい。ここが写真スポット？よし。久々のポケファインダー。あ、ヤトウモリおるやん。可愛くはないけど。いいね。オッケー。ナイス。咲いてる。あ、お尻。お尻。なんか鳴き声が聞こえた。ふんふん。どれがいい？もうちょっとなんかいろんな仕草があってくれたらいいんやけどさ。これかな。これでいいよ。さあ、どんな評価が得られるか。アップ完了だろ。みんなからコメントが来たろ。視線ください。もっとよく見たい。すげえかっこいい。どんなポケモンがいるんだろう。これから寝る。へえ、ハレー、僕も写真始めようかな。おお、いいねいいね。まあでもやっぱりピカチュウにはかなわんか。でもちゃんとなんか、あ、記録は合計されていくのか。なるほど、なんかバージョン2になったよ。おめでろう。1500人が気に入ったからバージョン2にアップデートろと。データ受信中、ちょっと待つろと。バージョン2になったらなんか変わるんかな、仕様が。バージョン2ではズーム機能が追加されたると。あ、なるほど。そういうのいいね、いいね。オッケー。じゃあまた、ああいう、カメラが使えるところがあったらどんどん使っていこう。山という山に登る、山男の心意気。てかあれやね。ちゃんとなんかこっち向いてなかったら視線くださいとかそういうコメントもあるんや。なんかすごい間抜け面にしか見えねえ。そのポーズといい。山男の検索。お、いいぞいいぞ。いっけい月光が。あ、2匹持っとるこいつ。こいつ。よし、月光が水処理券だ。バシッ。おっしゃー。なんか不気味な鳴き声やな。さあ次は何を出してくる。さっきのポケモンは進化するんかな。するとしたらさっきの進化系出してきそうな気がするけど。どうだ？さあ来いよ。お、ワンリキーや。ワンリキーってことは、翼を打つでいけるね。さあ来い。翼打つなんかないし、ツバメ返しだった。いけ。効果抜群。イエーイ。ワンリキーって、なんなんやろ。なんか尻尾生えとるよね。登れない山もある。それが君だ。かっこいいやん。いいセリフね。次の山に登るには一度山を降りないとな。なるほど。一回初心に戻るってことかな、それは。深読みしすぎかもしれんけど。なんかシュって一瞬で帰れるのは便利やけど、こういうとこにもアイテムがあるけん見落としちゃいけんね。やけど直しを見つけた。多分ここが最初の場所。ね。よーし、戻ってきたぞ。ってことで、あ、そうよ。ちょい、待って待って、リザードン。おー、これはどういうポイントに。ロイヤルアベニュー。7番道路。7番道路ここじゃね。
まあいいや、一回使ってみたかったけん。あ、すげえすげえ、かっこいい。超かっこいいやん。いいね。ありがとう、リザードン。まあ一応ここまでは戻ってきたと。おーい、お姉さん。あら、炎ゼット。火器の試練達成。誠におめでとうございます。では。お、通らせてくれる？ありがとう。どうぞお通りください。キャプテン・マオの試練の場所は、この先8番道路から行ける、シェードジャングルですよ。ねえ、さっきの火器もキャプテンだよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。